はい、今日はですね、この窓の部分、ここもうちょっとね、今明るくなってて、すごく日光が当たってるんですけれども、この部分にもうちょっと夜でもこう素敵なライティングがねできるように、先日 IKEA で買ってきました、こちらのジグビーに対応しているトラドフリーというスマートフォーム向けのキットと、あとは、それに取り付けてですね、多分これが、ダウンライトと、あとちょっとうまくつけられるかどうかわかんないんですけど、 LED のタイプですね、これを買ってきました。この3つをこの後ろのですね、植物のある窓、夜でも素敵なライティングができるようにしていきたいなと。ちょっとうまくね取り付けられるかわからないんですけども、これから早速やってみたいと思います。ではまずは、このメインのですねストラドフリー、これを開けていきたいと思います。中にはこのような謎のボックスと、ボックスしか入ってません。ケーブルも全然入ってないですね。ここに穴があるので、これに取り付けるんだと思いますね。で、あと後ろが、こういうメガネケーブル用の端子になってます。で、続いてこれ取り付けられるかな、ちょっと開けてみます。結構長いですね。まずこれが多分ライト、これももう一つライトが入ってまして、あと小物がいろいろ入ってます。取り付けられるって思います。あともう一つ、じゃあこの口紙が、こっちには、こういう LED のランプと、あとこれは普通にエッシアだったのね。ちょっとこれは直接つけるのは難しそうなので、このスマートフォン対応のコンセプトセット。このようになってるんですが、ここのメガネケーブルがないので、ちょっと代わりの待ってるものを見つけて使いたいと思います。ちょうど白いケーブルが待ってたので、これを使っていきたいと思います。コンセントをつけたので、これをこの天井の部分につけていきたいと思います。今両面テープをつけていっています。はい、ここからは、スマートフォンのアプリケーションで設定をしていきたいと思います。次へ次へと進んでいきますが、このようにオンにして、ここに、次へ次へと進んでいきまして、で、ここでですね、接続をした状態でペーパークリップや SIM ピンで、こちらの穴にですね差し込みます。差します。1、2、3、4、5、5秒間押したらライトが点滅するみたいなので、もう一回やってみます。
かりましたと出ました。で、名前をつけるみたいですね。じゃあこれをダウンライト、はい、登録がされました。はい、携帯からですね、このようにコントロールができるようになります。このボタンを押すと、ほら消えました。もう一度押すとつきます。で、このようになってるんですが、ちょっとケーブルがですね、少しこの辺りごちゃごちゃしてるので、ちょっとすっきりさせたいですね。ケーブルをまとめるカバーのようなものを探して取り付けたいと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は IKEA でトロードフリの電球を買いまして、部屋の中少し無理な感じでですね、セットアップをしてみました。引き続き、こちらのハーミットクラブライフニュースでは、このように在宅ワークで役立つガジェットであるとか、便利な活用方法、サービスなどをですね、ご紹介していきますので、ご興味のある方、このチャンネル良かったなっていう方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をですね、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。